ネロです。ヒナです。シナです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。はい、ということで今回はマックで1000キロカロリーを当てろー。イエーイ。はい、今回はですねマクドナルドで1000キロカロリーを当てろ、まあそのままでございます。はい、どうぞ。今からねこちらのチームゆなちゃんとゆうなちゃん、そしてレイラとマリアちゃんで2チームに分かれて、どちらが1000キロカロリーに近いかみたいなのをまあやっていこうかなと思います。はい、まあ簡単だよね。うんうん、感覚で楽勝だよね。楽勝で寝ると思います。はい、1000キロカロリー分かんないとか言っちゃうことに分かんないです。この子1000キロカロリー分かんないので、まあそこら辺もちょっと楽しみに、はい、内緒にしててください。はい、それではどうぞ。バイバイとかバイバイって言わないどうじゃなくて、なんだっけ、どうぞだ。せーの、どうぞ。期間限定分かんないんだよね。分かる？期間限定でもチーズとバーガーとめっちゃカロリー高そうじゃないですか。ね、確かに。しかもめっちゃ美味しそうだよね。ね、チーズロコモコめっちゃ美味しそう。美味しそう。え、どんぐらいなんだろう。500とか普通に行きそう。え、わかる。わかる。え、もうこれ肉頼んだ。普通にポテトっていうかさ、頼む。多分サラダは100以下な気がするの。どうですか。ナゲットは確か意外と高かった。ポテトもめっちゃ高かった気がするんですよ。そうだよね、200くらいあったよね。300いかないぐらいだよね。待って、どうする。何も決まってない。ドリンク毎回ミルクしか飲んでないんですよ。あ、ミルクね。ミルクって何。なんか学校のやつ見たら200ミリリットルで145とか気がするんですよ。これとこれにする。あ、いいんじゃないですか。いいよね。これとこれとさっきのこれとバーガーはあれで。はい、 OK、 OK、 決まりました。結構真剣に選んだね。はい、絶対当てるぞ。と、はい、ということで私たちチーム頼んでいきたいと思います。はいはい、ちょっともうよくわかんないんで、好きなものをとりあえず食べたいものは食べて。何がいいですか。私こう新しいやつのさ、このザクギリポテト&ビーフハラペーニョマヨっていうのが気になってます。マヨネーズ。マヨネーズだけじゃないけど、マヨネーズかな。そうかな。私はこのザクギリポテトのやつにします。はい、ゆずちゃん何がいいですか。好きなやつあるよね。私たち一緒だよね、2人ね。そう、ゆずこれ焼きチキンヘアですね。いや、これはマストだよね、マジで。うん、それ2つで大体何キロカロリーぐらいだと思う。何キロカロリーくらい。460くらい。 OKOKOK。 バーガーセットとかだよね、いつも。セットでそんなセットで800とかだから1個。セットが1個で800だから、今が200。ちょっと待って。200だと固定して200だと800ってこと。バーガーにサイドメニュー作るけど何がいいですか。これはいそう、15ピースの。やばいかも。まあセーフとして。じゃあこれ。え、待って、私普段ポテト食べるんですよ。ポテト一緒に食べちゃえば。カロリーゼロってこと。一緒に食べちゃえばカロリーゼロっていう。じゃあ普段セットなんでマックポテトを頼みます。サラダと。サラダ頼みますか。サラダはゼロカロリーだと考えて。100はないよね。でも100はないよね。でもドレッシング、いや、ないよね。飲み物何か飲みますか。じゃあ私これにしようかな。
なんか限定なんでドラえもんのチョコバナナパイにします。私じゃあちょっとゆずバナナ食べられないんで、もうシェイクのドラえもんラムネさんに。はい、オッケー。ちなみに今さカロリーどんぐらいだと思ってる感じですか。今マック頼んで400か上がって200。じゃあ200だとかってしてって、さっきのサイドメニューだってポテトが角で、ポテトが、え、ちなみにサイズは何ミリで、普通セットの時は M かな。え、なちゃん何で食べる、何で食べるの。じゃあセット頼む時 M なんで M にします。 M だと 150g だから、計算だっけ、グラム、あ、カロリーってこと、250ってことね、今。じゃあサラダは、サラダはゼロカロリー、ゼロカロリーらしいね。で、スイーツで、あ、ヨーグルトが食べたい、ヨーグルトが食べたい、うん、ちょっと待って、なんかさっき、ま、ナゲット15ピースみたいな、15ピースを食べたいんで、2人で食べればゼロカロリーかなって思ってるんですけど。じゃあ飲み物どうしようか。サントリー黒ウーロン茶、うん、いいですか。オレンジジュース、あ、オレンジジュースね。はい、ね、じゃあ私ミルクにしますじゃあ以上で OK ですか。これ1000円チョキだと思ってますね。本当に1000ですか。はい、じゃあ1000だそうなので、いいですよね、はい、もう今回お任せしたのできっと1000だと思います。マイガイが天才なんで、はい、2個で200だって1個100ってことだよね不安でしかないんですけど。じゃあ私たちのメニューはこれです。バイバイ、バイバイはい、ということで届きました。バイバイ。2グループともですね2袋ということで、はい、結構じゃあいい線いってるって感じなんですけど、早速じゃあ紹介していきましょう。じゃあ先にレイラちゃん、はい、お願いします、はいはい、お願いします。こっちはあの、まあ楽しもうので、まあ、はい、ちょっと終わらせたい、終わらせたいと思います。はい、まず、チーズロコモコ、はい、これこちらは500キロカロリーぐらいかな、うん、みたいな、500以下かなと。はい、そして、次はポテトですね、うん、M サイズでございます。これ何キロカロリーぐらい、200ぐらいかな、うん、200、300ぐらいかなと思います。こちらは以上です。おおお、あ、お次、ミルク、こちらはですね150くらいだそうです。150くらい、はい、だそうです。ラストですか。ラストです、はい、サラダ、お、調整してきました。はい、これはね、調節をしまして、まあ100ないかなみたいな、まあ100ぐらいかなと思ってます。以上です。以上です。やばい、待って待って待って、ちょっと私はこれが高いなと思って、うんうん、確かにポテトはまあ高いじゃないですか。まあそういうことで、まあ、ね、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次行かせていただくんですけどあ、ポコッとやってくださいね。はい、今回はですね、あの、私結構やっぱ、あの、一応まあ中学3年生にもなって、あの、カロリーはある程度見るようになったんで、あの、わからないですとユナちゃんに今回聞いて任せてみたんですこれ見ていくら仰天なんですけど、ちょっとあの知ってもらうためにも出していきたいと思います。すいません。重いもん、重いもん。なんかまず1個目、照り焼きチキンフィレオの、まあまあまあ、ここまで一緒になってるよ。いい線いく。いい線。あれ。ダシ切りパルタのビーフハラペニョマヨ。で、ね、これで、これバーガー。2個で200ん、もらうじゃん、カロリーです、200カロリー、ゆさちゃん曰くもう任せたんだよ。あ、それだったら嬉しいよね。そうそうそう。で、マックポテトの M ですね。まあまあまあ、まあ、ここは一緒じゃん、一緒だから多分一緒だよね。で、これですね、ドラえもんのチョコ、これ私が食べたくてお願いしました。うん、ちなみにポテトが何カロリーでした、なんだっけ、
100だそう。ガーと一緒なんだけど、ワーガーと一緒なわけない。ちなみにこちらはなんだっけ、そうわけない50にしとく。ちょっとこれ、ちょっとこれ一旦置いておきますか。2位なんですけど、こちらです。ヨーグルトですね。これゆずがね、食べるよね。50って言ってました。ミルクです、こちら。一緒一緒一緒。なんだっけ、50だっけ。50らしいです。50。マリアちゃんとミルク同盟結んでます、私。ねえ、乾杯。で、次にこれやっぱ、まあ、調節調節って言ったら最大に欲しいなと思ってサラダ。これが何でしたっけ。サラダって何ですか。ゼロカロリーだ。サラダはあのダイエットにもなるからゼロカロリーで一緒っていう話にしてゼロカロリーです。まあそれだったら、まあ、うん、女の子の夢だよ ね、うん、で、これがオレンジジュースゆずはちゃんのなんですけど、うん、これ何カロリーでしたっけ。150だ。なんでこれを、なんでバーガーより多いのか聞きたいの。確かに。あの最後なんですけど、もうあの、うん。あの食べたいじゃん。何かなって思った方、マックのナゲット15ピース。これが何カロリーやったっけ。2000。だからバーガー2つと一緒ってことだね、これが。うん、感じで私たちの1000カロリーです。イエーイ。圧倒的にさ、何これ。言わせて、本当に絶対これでもこの2つで超えてるで絶対。じゃあ結果発表お願いします。はい、はい、じゃあカロリーの方正解を発表していきます。はい、じゃあまず2チームとも頼んでるポテトからいくね。はい、はい、マックハナイのポテト M のカロリーが410です。待って、400やば。410ね、これクソ100とか言ってるの。1000超えてる、絶対超える。で、2チームとも頼んでるサラダ、はい、サラダが10。じゃあ0じゃん。そう、ほぼ0。やる0じゃん。高さ超えてないよね。超えてないかもしれない。超えてないかもしれない。で、2チームとも頼んでるミルク、うん、ミルクのカロリーが137です。届いた瞬間に見えたね。さあ、あと1個だもんね。あと1個。そう、あと1個。じゃあ先にこっちオレンジジュース。はい、オレンジジュースが92カロリー。おー、え、150。え、じゃあ高くも詰まってたんだ意外と。おお、ヨーグルト、はい、ヨーグルトが59キロカロリー。え、一緒じゃん。え、予想めっちゃ当たってる。やばいね、やった。イエーイ。ドラえもんチョコバナナ界が、はいはい、なんと247。やっぱ美味しいものはそうですよね。ハンバーガーのカロリーを次言ってきますね。ヌナチームの方から照り焼きチキンフィレオ492。おお、おお、これでね。です。はいはいはい。そしてもう一個、ざく切りポテト＆ビーフハラペーニョマヨが、はい、これね一番高いよ。640。やばい、640なってました。644。待って、これ何で超えてるんだよ。だから言ったやん、もう私も何が言ったやん。何言ったじゃん。で、レイラチームのチーズロコモコが559、はい、で、レイラチームのチーズロコモコです。で、最後誰が頼んだこれ。自分やん、自分やん、何言ったの。チキンマックナゲット15ピース、はい、こちらがカロリー誰が200やということで、じゃあ2人の合計のカロリーの数字を教えてください。こちらのチームは、はい、せーの、1116です。すごい、ニアピンじゃない。そうですよね。さすがモデルは違うね。違いますね、やっぱり、ね、いや、うちらも負けてない。負けてない、うん、結果を発表します。私たちのグループカロリーは2901です。ほぼ3000じゃん。頼みすぎ。誰が頼む。これ頼むって誰が頼んだ。自分や。
らもう完璧だったかもしれない、うん、じゃあこれから頑張ってね、カロリー計頑張ろうね頑張ろうねじゃない任せたの私はい、ということでですね、ちょっとおかしいんですけどおかしいんですけど、今からこれを食べていきたいと思います。手を合わせてください。はい、合わせました。いただきます。いただきます。はい、ということで、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。